お疲れ様です。今日はですね、こちらの超呪文枯渇デッキやっていきます。はい、ということで、まあなんかファイボと、ローリングと鬼枯渇させるよっていうデッキですね。はい、ゴブリンバレルはないんですけども、まあ攻めとしてはディガー、そしてオールブレイカーがメインとなってくるかな。まあでもオールブレイカー刺すんですけども、意外とこのスケキンのソウルコールとか、あとなんかディガースケブとかディガーギャングとか、なんかそういったなんかね、他の小物が刺さって勝つこともよくあります。はい、というのもなんかまあオールブレイカー警戒されるんでね、そこにウッドやヤナメを使わしたところで他でぶっ刺していきましょうって感じでございます。よろしく。で、施設もないっていう、マジでこの全てを本当にこの小物勢に託すっていう感じのデッキなんですけども、よいしょ。相手がね、小型呪文とかなかった時点でめちゃくちゃ相性が良くなります。さあ、今回の相手はペッカさんですね。はい、ペッカは多分ね、タワーを殴ることはないんですよね。だって陸系しかいないんで。ああ、ちょっと待って、でもなんかすごいに来た。こういうファルチェみたいなのはね、とても厄介になってくるが、さあスケキンの範囲でなんとかなってる。ちょっと攻めてあげようぜ。ドルネ使ったエレスピだけだと止まんないんじゃないか。これさ、フリーズ防衛、フリーズのコースがない、間に合わない。はい、痛い。さあ、といったところで相手のデッキはスケフリーかな、そんな感じがしますね。ペッカファルチェのインドエレスピスケラフリーズトルネ。はい、ちょっと珍しいやつだこれ。さ、スケキンまで行って、まあ、ファルチ来たらドンマイなんですけど、あ、これはドンマイですね。はい、して。ペッカ来たらゴリゴリ行こうかなと思ったんですけど、まあ、ファルチ来ても、ここである程度ファルチへ溶かせるってなると、全然悪くないですね。さあ、これどっちかが絶対入ります。てかこれ、ディガーギャングも刺さるな、今。こういう相手ですね。マジファルチとエリスピしかいないみたいな。さあ、こういう相手には、本物がゴリ刺さるんで、まあ、なんとなく右、行って左にも、まあ、ダクプリじゃないか。さあ、ダクプリは聞いてない。見てなかったんでね。はい、ちょっとやばい。ちょっとやばいけど、冷静にマザリクいるわ俺。これ勝ったっしょ、勝ったっしょって言うときほど負けるんだけど。さあ、一旦ね、あー素晴らしい防衛。いや、俺はなんかマジ事故らなければ大丈夫な気がするんだ。まあ、ウッド系がないのはちょっと嫌なんですけどね。さあ、まあ一旦行くしかないですね。もう行って自分からペースを握る。さあ、ダックプリンスを使われるが、このダックプリですら突破しに行っちゃう。突破できそう。ザッピー。あ、スバラザッピー。え、ファルチェ、どんな。あそこから殴ろうとしてるやん。さあ、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 どんどん行ってあげて。マジ。めっちゃ苦しそう、相手。よしよしよし。こういうことっすよね。もう無限に。あ、で、ここでまだ行く。行きすぎ。行きすぎぐらい行ってあげて。さあ、ソウルコールも使う。トルネエレスピファルチ、なんか意外と受けがいんな。さあ、ちょっとやだな。やばい。ちょっとやばい。ファルチが。ファルチが、あぶねえ、マジでファルチが、あ、待って、右200で400までいったら、気づいたら右が呪文圏内。さあ、これ意外と左の方が刺さるやつか、もしかしてだけど、ここでさらに左にも輸出追加する。相手これ D カーも押さえないといけない。へい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 、おじさんコストがないんじゃない。オッケーといったねデッキです。まあ、今回の相手は非常に戦いやすい方だったと思いますね。最悪なのが、クエイクデリバリーウッドの大砲みたいなね、高回転ですよみたいな。ああいうの当たってしまうと、だいぶきついです。はい。ああいうのきつい。まあでも、そういうのを引かなければ、なんとでもなりますね。はい。もうゴリゴリ、自分から攻めるのがでも、意外と大事かもな。なんか、受けで行くと、ダメに刺さんねえじゃんってなるんで、結構積極的に攻めたい、ユニット割きたい、コストを貯めるの無理。っていう方にはおすすめかなと。さあ、ザッピーぐらいならいいでしょう。あ、いや、こういうのでもなんかね、
にやきちゃうっすよね。タルババ咲いてくれたぞってなるんでね。はい、エリジェです。エリジェはまあ、めんどくさいんですけど全然戦います。はい、めんどくさいだけですね。ボンバいんのかな。ボンバいえ、待って、エリジェよりゴルナイの方がめんどくさい。お、なんか相手めっちゃコスト使ってね。俺はちょっと潜んでます。そう、まあこれはもうこっちサイド一旦刺しますか。おとなしく。マジでゴルナイ一生端前ゴルナイデッキこれいや何このデッキ、ゴルナイしか来てないんだけど。ゴルナイタルトリトン、いやエレジャイにトリトンか入ってんのか。ロイにゴルナイ入ってるかエレジャイにトリトン入ってるか。まあロイジャイか。いやゴルナイ、いやエレジャイだな。これザッピー大事にいきましょうか。多分そうですね、エレジャイにトリトンなぜか入れちゃったみたいな。エレジャイ対決勝ちたかったんですかね。さあフェニーが来る。ゴルナイ、いやこのライトはまあ、全然許せます。というかこれでウォールブレイカーでこのフェニックスも守れちゃってほしいんだけど。どけ黄色いやつ一発。あ待ってやばい、お願い卵だけ溶かして。あめっちゃ素晴らしいタイミングお兄さん。あぶねえ、てかめちゃああこれは何もないんだからの、これでうざい。タルババ使うでしょ、タルババ使うんで、このオールベーカーに読みファイブを決めると天才だけど決める。おい何やってんだよ。さあというところで、え今回の相手はこれ待ってロイジェイどっちなんやろ。ザッピーに入らんだけど、あマジで、あマジで決まる。それトルネマリア、どういうことっていう。マジで相手のデッキは謎なんだけど、なんとかなるし、よしよしよし、はみ出ろ。なんならここでディガー追加までいっていいな。この残ったはみつけをタイムまでいっちゃう。はみつけ、これもう一枚盛んでいけんぞ。よし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 、さあはみつけで、ロイジェイでしたねエレジェイだと思ったんだけどな。どういうこと、ロイジェイトルネグルネヘリックスも、いやもうエレジェイでいいやんっていうマジ何しロイだ。ゴルナイがよっぽど好きなのか、エリジェがよっぽど嫌いなのかっていう、どっちか。さあさあ、まあ、防衛の要はやっぱザッピー、そしてスケルトン部隊になってくるかな。だから攻めでウォールブレイカーとかスケキンのスキル使って、なんかそっちに呪文を使わしてからの、後から簡単にね、守りたいっていうのが、贅沢な考えの感じかな。あのスタンプ欲しいな。買っとけばよかったな。めちゃくちゃあれで煽られる。やり返さなきゃ。さあ、バルキリー、クロスとか、チェーンスケラとか来てくれたら美味しいんですけどね。おー、ボーラースケラの、あ、やっぱヤナメインフェの方かな。なんか2種類いるんすよね。ルネの方か。あ、ヤナメの方でしたね。一応スキル使ったらフリーズ防衛ぐらいしてくれるかな。なんかすごいはみ出てるから行っちゃった。タワーに、はい、はみ出るから行っちゃったら結構いい感じになりましたね。でマザネクいるんでこれなんかまだ考え者引いたか。あいつさ、ヤナメインフェスねとフリーズか。スキラにはもうマザネク出すだけなんで、ね、序盤の間にバチコリ攻めてあげたいっすね。うん、このスケルトン部隊で餌巻き、うん、さあでトルネードはないので、ここね変な角度になることはないのは安心ですね。でウォールブレイカー行くとまあ食べ戦もいたしなーっていう。まぜんくさいちゃう、よいしょ。ああヤナメ使ってくれるのもちょっとありがたいっすよね。いやフェニーがめっちゃ帰るやん。やばいっすねこれ、フリーズ来る。
でもヤナム使ったんで、ここは一旦耐えたい。普通に耐えたい。よし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 。あー、マジフェニックス危ないですね。これウォールブレイカー縦線がね、ちょっと強い。で、俺多分片サイドだけだとなんか始末されちゃう気がするんで、もうめっちゃ攻めちゃう。始末っていいかな。あ、これやべえよ。なんか止まんない気がしてきた。この間の攻め止まる？あ、やべえ、マジで止まらん。あ、これマジで止める。止まってほしい。あ、マジうざい。あのスタンプ思ってない。これは思いっきり逆をぶっ破しないと守れない相手でしたね。でも今からだともう間に合わない。いや、これ神の人だと思ったんだけどな。ああ、これはね、勝ちたい勝ちたいが、バルキリーボーラーがもしかするともしかしやの怪しい流れでしたね。非常に。さあ、ちょっとビビっちゃうと、ビビってねえけど、ビビってねえんだけど、守りからいっちゃうとああなります。なので、行き過ぎやろーっていうぐらい行った方が多分いいんでしょうといったところで、さあ、ペッカ工場ですね。ポッポさんだ。なんか前オフ会の時に会いましたね。知ってる知ってるってオフ会あるある、何々なんですけど分かります、うお知ってるよっていう、あのあるあるを話した方だ。さあ、でガゴ型は俺からしたらどうなんだろう。マジアチョの方がうざいのかな。ガゴの方がなんか戦いやすい気がしないこともないんですけど、ファイブはやめてやっていう。マスケブいったんね。ああ、ポイズンだ。ポイズンもなんかちょっと待って、めり込んでる。神サップくる。うわー、めり込み工場がめり込みすぎだって。さあ、いったところでポイズンでしたね。まあポイズンだと、まあザッピーとかもいけるしみたいなとこあるけど、今みたいにペッカが竹取ってる時の工場が止まんないので、おー、ディガめっちゃ歩くやん。そんなにちょっと気をつけたいかなっていう。うん、まあ、絶対 IT の方がこれはきついので、俺がね、イケ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 どんどんプレイしていきましょう。これ、いやー、もうマジで、あ、しまいましょう。してペッカかぶったらでも終わるっすね。一回ね、よし、一回振って、よしよしよし。もうマザネクですらうざいっすよね。何も来なかったらここのディガーマジで強いっすよ。このミリ残りの、ミリ残りっていうのかな、ミリでもねえか、残ってるやりこぶりね、このちまちまダメするのめちゃくちゃ気持ちいいっすから。さあ、止めてあげて、さっきの反省。ああ、めっちゃいいポイズンです。マジか。そう、ちょっと陸受けがないので、ウォールブレーカーで陸受けして、うん、いやでもさすがにダメージアイションもダメージリードも取ってますね。一回チン、え、ガチのドチンパンすぎる。いやでもドチンパンが一発、うい、刺さっていく。マジでありえないやろっていう、行き過ぎやろっていう攻めがね、だいぶ良かったりします。はい、後から防衛がねやっぱ強いんでね、ソウルコールも使い、スケルトン部隊も使い、ザッピーも使ってもギャングで守れます。はい、でギャングまで使ってもウォールブレイカーで守れます。はい、ギリ使いすぎかもだけど、まあ、そういったところで、ね、本当に攻めすぎやろってぐらい攻めて、後から防衛楽にした方がね、このデッキは本当にいいですね。あれ
これ北ちゃんがね、よろしく。北ちゃんは北ちゃんのサブアカホグ使ってたらまあ北ちゃんですね。でホグじゃなかったらまあ動画撮ってる北ちゃんかただの別人。あー、うん、北ちゃんっすね。北ちゃんかなきな、おい。ホグクエイクっすね。ホグクエイク、しかも北ちゃんの、いやでもこれに勝てたらもうこのデッキすごいよっていう話よね。さあはみ出し、はみ出し、はみ出し、はみ出し。まああとはバルキリーなのかどうかみたいなところもあるが、いやマジでファイスピ、もう北ちゃんのファイスピだなこれ。一旦バルキリーチェック、ああ気をつけでしたね。チェック完了。これもだいぶ渋いね。ホグ来るっすね。まあ、オールブレイカーで釣ってあげたい。うん。やばい。待って、マジで。おーいって、いや、入らんのなら、スケキいらんかったやん。あの、これは、いっぱい、一旦行ってあげて。あ、うまい、それ。お着に残そうとしてるやん。いやー、ウッドが、攻めウッドもしかして。え？なんかめっちゃはみ出てる。さあもしかして巨助でコーストがなかった、これは言っていい。からウォールブレイカー追加まで見える。あークエイクボードっていうのは素晴らしいけど、これ絶対あります。入れ、ニョキニョキ、よし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 。さあ巨助がねバルキリーとかだったらオアですこれ。巨助のことによって謎ダメージが入ってんぞ。さあまあ、圧着にも5打って5削りしていくみたいなところもあるな。うん、まあ正直真っ向正面から削られるけどこっちもちょっと削っちゃう。さあもう5削りも始めて、スケキンがないとね、本当に耐えたい。いやーめっちゃいってるダメージ入りすぎ。うわー北ちゃんもさすがに入りすぎる。ドラはもうディガー消せ。おディガー、もう一発、もう一発お願い。あいらない、やばい、マジでキモいキモいキモい。あとちょっとやっけ、ちょっとやっけ。もう防衛は知らん。あ、まじ拾われる。あぶねえ。あぶねえ。2周目キョスケからのね、あれ怖いね。あぶない。よく耐えましたね。まあでも、まあまあ、序盤のダメージが効いてましたね。まあ、序盤ですね。呪文持ってる相手にも、トルネ、タルババ、ポイズンとか、遅延スケラとか、やっぱり、なんか、変だろう。後半まで行っちゃうとイモられて今だって時にしか来られない。そうなるとやっぱりきついみたいなとこがあるんで、序盤からゴリゴリ行ってコストがやっぱ足んない状況でね、スケブ刺すぐらいがちょうどいいですね。さあロイかなーこれ。あーロイ出てるわ。マジロイかなーってロイ出てんのに言ってるわ。もうすぎるだろこいつバカ。あーハンターマジ嫌い。それくらい早く、おタギが、え、なんかタギがそっち向いてた、さっきハンターってウッドさ、あ回るかギリ、うおー回りません。やばさあ一撃必須、強すぎ強すぎ強すぎ、持ってき持っていけ持っていけ。さあハミスケがめっちゃ入って、いやもうこれだけで強いよね。俺マジこのトリトン許さねえからマズネク一発かすらせていて、フィジカルでね一番こいつじゃねえ受けるの。まあ、スケベは強いんだね。スケベにウッドつかして、あのギャングみたいなね、さっきみたいなのがね入れない方がよかったかな。
このダメージすらちょっとなんか、あおー、わおー、これって突破できないですね相手、まあ、ザッピーでもよかったか。あー2発はさすがに犯罪。ウッド使ったね。ってことはソウルコール、ウォールブレイカーディガーみたいなとこまで見える。さあちょっともう 1-0 で逃げ切ろうかなかなのハンターを処すディガー。よし、相手で間違いなくライトだと思うんで、もう打ちなよっていう、マザネ君にしちゃいなら打ちなよっていうザッピー左に固めてあげるよっていうね。あ、ハイブ打ちて、ハイブ打ちなよっていうやつだな。ソウルコールしてちょ時間稼ぎしてね。あと25秒です。25秒時間稼ぎできる。だいぶ苦しいこと言ってんの。いやマジこれが強すぎてさ。でウッド疲れてもソウルコールたまりますって、もう一回スケルトン部隊で行くよっていうのが謎2周スケルトンこれやばいっすよねガチで。さあ鬼鉄壁、施設がない分ね、このザッピースケブ、ザッピーギャング、ザッピースケキンソウルコールがね非常に強いです。ということでこちらの超呪文枯渇一揆ね、皆さんもぜひやってみてくだちー。では大塚ちゃんです。またねー。